こちらお子さんたちでにぎわっていますが、公園ではありません。実は車を販売するディーラーです。休日ともなれば子どもの遊び場、そして親にとってはくつろぎの場に。若者の車離れ、カーシェアリングの普及など、カーディーラーにとって逆風が強い昨今、顧客の関心を引く店舗作りを仕掛けた自動車販売会社があります。店舗は街の風景でもある、店舗そのものもお客様の、ある種豊かな暮らしに役立つことができるようなものになっていく、する、今回は元静岡トヨペットで社長会長を務めた平光博一さんが登場。自動車販売のリーダーが考える流儀とは。車の話は一切してはダメだと。擦り込みすぎて、一生懸命お客さんが車のことを聞かれるのに、全く車のことについてはお客さんに答えない。なるほど。その流儀を学ぶのがラグビー界のレジェンド、五郎丸歩さん。去年現役を退き、プロラグビーチーム静岡ブルーレブズのフロント職員に。現在はスタジアムを満員にするため、ファン作りを第一歩にビジネスの世界を歩んでいます。クラブをやっぱり強くしたりだとか、もっとラグビーのファンを増やしたりだとかしたいっていうのが、根底にはやっぱりあるので、経営サイドに入ってしっかりとビジネス学びながら、ラグビーの業界自体をやっぱり大きくしたい。五郎丸歩が学ぶビジネスの流儀。よろしくお願いします。今回のゲストはオフィス H2O の平光博一代表です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まず平光さんの経歴をご紹介します。平光さんは岐阜県生まれの67歳、東京大学法学部を卒業後、当時のトヨタ自販、現在のトヨタ自動車に入社。中枢部署を歴任しながら、社員の育成をする部署では部長をご経験されます。2008年からは台湾の自動車販売会社へ重役として出向。2013年からは静岡トヨペットの社長に就任。2020年から会長としてご活躍されました。現在はオフィス H2O を設立され、主に経営コンサルタントを営まれていらっしゃいます。五郎丸さん、はい、自動車というと大きな買い物ですよね、はい、その自動車を売るプロとしてご活躍をされてきたわけですから、ファン作り、サービスという面で参考になりそうですね。そうですね、非常にご苦労もなさったと思いますし、それこそ入社されたのが79年ということですから、本当に子供、車が勝手に売れる時代から、車離れがだんだんこう進んできた中で、この売れなくなってきたこの社会の中で、どういうふうなこの工夫をされて、ユーザーのもとにこう車を届けるということをされてきたのかなというのをお聞きしたいですね。ありがとうございます。トヨタの車は安心安全、いい意味で間違いがない、すごく大事なことなのですが、ある意味それはお客様にとってみると当たり前のことですよね、車に乗ってらっしゃって、いや危ないかもしれないとか、大丈夫かしらって思っていただいてしまうと、もう乗れませんよね。そうですね。安全だ、それに安心して運転ができるというようなことは、必ずそうでないといけない、でそれだけですと静岡トヨペットで買いたいっていう気持ちに、なかなかお客様になっていただけないので、お客様にもっと違う車を買って乗ってみたい、あるいはそれを静岡トヨペットで買いたいというようになっていただく、そのある種のストーリー物語をお客様に提供できて、で確かにその通り静岡トヨペットで買ってみたらすごく面白かったとか楽しかったとか、それを作っていくっていうのが
まあ、我々当時の私の静岡トヨペットというディーラーの、うん、自動車販売会社の役割だと思っていました、うんうんうん、ビジネスの流儀、自動車を買った後のストーリーを作る。新車の販売台数は1990年をピークに、若者の車離れ、カーシェアリングの普及なども影響し減少。近年は500万台前後で推移しています。そんな中、平光さんが静岡トヨペット時代に始めたのがキラキラ探検隊という体験型のイベントです。これは県内を巡り、宝の地図に書かれた謎を解き、手がかりをもとに宝箱を見つけていくと抽選で豪華商品が当たるというものです。車を使って静岡県中を謎々を解きに、ご家族でもうぐる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 回って楽しんでいただくというですね、はい。まあ、最初の頃にお客様からいっぱいアンケートで返ってきた内容がありまして、素晴らしい内容がいっぱい返ってきたんですが、車でいつもだったら家族で旅行をするんだけど、旅行をする間、まあ、車の中での会話はなく、まあ、ひょっとするとお子さんは寝てらっしゃるみたいな、いうことだったんですが、そうではなくて、今回のキラキラ探検隊はお父さんお母さん車を運転してたりするんですが、後ろの席で座っているお子さんたちと謎々を解かないといけないので、車の中で家族の会話がものすごく弾んで、こんなに車の中で家族の会話が弾んだのは、うちの一家ができて以来初めてだった、はい、もう本当にいい時間を過ごさせてもらったと、この車を買ったおかげだと、同じような趣旨のお手紙をそれこそ10通20通とほとんど同じ内容のお手紙をいただきました。それは他社に乗られて、車に乗られてる方も参加されてるケースもあるんですか？もう最高の質問をいただいたんですが実を言うとですね、どんなお車に乗っていらっしゃっても、自転車ということも含めて車に乗ってらっしゃらない方も全然いいですということで、最初の初年度2年度ぐらいはとっても面白いあのエピソードがありまして、他メーカーのお車に乗ってですね、宝探しをして答えが見つかったので、お客さんいらっしゃるんですね。お父さんお母さんは車から降りずに車の中でずっといらっしゃって、お子さんだけが答え合わせに来られると。その当時はお父さんお母さんは自動車ディーラーに他メーカーの車で入っていくと、車を売りつけられると最初の頃はそういう風景があったんですが、実を言いますと、この企画の目的が車を使って楽しいことをしていただくっていうことが目的で始めましたので、当時の社員さんにこの企画で自分たちの店舗にお客さんが答え合わせに来られた時に、車の話は一切してはダメだというのをですね、徹底して、まあ、いい意味ですり込みました。ビジネスの流儀、売り込むのではなくお客様の応援をする。子どもさんの成長と実は自動車っていうのは結構縁が深いというか、なかなか切れないものがある、キラキラ探検隊っていうのはある意味かなり意図的に、静岡で育っている子どもさんたち、さらに言うとお母さんお父さんたちを応援していく会社として、まあ、静岡で子育てをするっていうことが非常に豊かないいものになっていく、それを静岡トヨペットがいい意味でバックアップを応援をしている。で、最初の頃は先ほど申し上げたように車の話はしないと、いうことですから、それによってすぐに車が売れるっていうふうにはならないんですが、同じ車を買うんだったらあのキラキラ探検隊をやっていて、あそこでいいよねっていうお話になっていただけるっていうのは、確率的にも結構高いですので、
ですからぜひ五郎丸さんのさまざまな企画もご自身のこうビジネスの発展がそのように周りのお客様の、ね、リンケージができていって一緒に発展していく、うん、こういう設計をしていくということだと思います、うんうん、はい、ビジネスの流儀、店舗を街の風景に。今ビジネスの設計というお話がありましたが、平子さんが静岡トヨペット時代に車を売るだけではなく注力されたことが店舗作りなんですね。浜松市東区です。こちらお子さんたちでにぎわっていますが公園ではありません。実は車を販売するディーラーです。静岡トヨペットは顧客のための店舗作りにも取り組みました。店内に遊具やカフェスペースを設置して家族連れが気軽に立ち寄れる空間を目指しました。このような店舗は他にも増え、店舗ごとに特色があるのも魅力です。五郎丸さん、最近このような店舗を見かけるようになりましたよね。いますね、はい、浜松の自動車街からちょっと入ったところありますあるんですよ。もうすごい綺麗な、はい、ありがとうございます。特にこういうお客様との、ね、関係で、まあ、目につく店舗は街の風景でもある、うん、それが街全体をね、こう賑やかしであるとか活気であるとか、あるいは楽しそうであるとかっていうふうに見えさせて、うん、見えてくれるっていう意味はすごく大きいなっていうふうに思っていました、うん、自動車の店舗は車を見る、車に試乗をする、あるいは車の修理メンテナンスの時にそのお店で待っていただく、うん、いうことなんですが、それだけのためにあんな大きな、はい、しかもしっかりした結構お金もかけて店舗を作るのかなっていうのはずっとかねがね思っていまして、うん、もっと店舗そのものもお客様の、まあ、ある種豊かな暮らしに役立つことができるようなものになっていく、うん、まあ、するっていうことができないだろうかなってずっと思っていてですね、うん、結果的に我々が着目し考えたのは、先ほどのキラキラ探検隊とリンケージを持たせるような形で子どもさんにとってそこがすごく意味のある楽しい場所にしよう、うん、静岡ならではですよね。でも都心であれだけのスペースってなかなか難しいと思うので。そうですね、静岡にしかできないといいますか、まあ、強みですよね。強みですね、はい、はい、はい。五郎丸さんにとってファンと接点を持つのがスタジアム。1年目のシーズン、ファンの声から学んだことがあるそうです。まあ、我々 の、 一番のお客様のターゲットといいますか、まあ、データを取っていくと大体50代男性が圧倒的に多いのが、まあ、ラグビー界なんですね。50代、はい、でまあ、新規のお客様もこれからどんどん取っていかなくちゃいけないときに、ラグビーのスタジアムの中だけの環境を整えてもですね、これ子供を連れて行こうっていう気にならないんですよね。なのでやっぱりスタジアムの外のスペースの充実っていうのも非常に大事でして、まあ、最終戦はまあもちろん招待も入れたりもしましたけども、外 の、 あの空間っていうのをしっかり大事にしてですね、あの子供たちが一日遊べるような空間っていうのを作って、あの提供したところ、本当に新規のお客様が非常に多くご来場いただきましたね。まあ、そのアンケートを取った時にですね、まあ、我々運営側としては試合を終わった後に皆さんがスムーズに帰れるように、なるほど、前のスペースは撤去したんです、一旦、はい、でそうするとですね、アンケートで返ってくる答えとしては、子どもが試合80分間集中できませんと、はい、なので途中やっぱり遊びに行きたいんで、はい、最後まで置いてくださいと。なるほど、ああそういう目線があったかと。まあ、我々運営としてはやっぱり安心安全でやっぱり帰っていただくためにここを一回全て撤去したわけなんですけども、まあ、お客さん目線に立つとそういった声も上がってくるんだなという。なるほど、ああ非常に勉強になりましたね。そうですよね、やってみたらお客様がどんな反応をされるかみたいなことを我々が逆に教えてもらうっていうのがありますよね。
ただまあアクションを起こさない限りは分からなかったことだったので、はい、まあ、同じミスをしなければいいだけであって、まあ、とにかく今はチャレンジの時期だと、チャレンジの、はいはい、というふうには思ってます、ね、そうですよね。この後は僕は悩みどころがありまして、目の前の数字だとかっていうものを追っていけば、はいはい、おそらく終える。五郎丸さんの悩み事とは。スタジアム集客、スポンサー集めに奮闘している五郎丸さん、売り上げを求められるビジネスの世界だからこそ感じる葛藤があるといいます。僕は悩みどころがありまして、目の前の数字だとかっていうものを追っていけば、はいはい、おそらく終えるだと思うんですけど、これって目の前のやつを追えば追うほど、まあ、ファンもそうですし、お金もそうですし、人もそうですし、短く終わっちゃうんじゃないかなというふうには思ってるんです。なので、まあ、本当に綺麗事なのかもしれないですけど、追わなくちゃいけないときはもちろん追わなくちゃいけないとは分かりつつも、本心ではいや、その数字を追わなくていいんじゃないかと、今じゃなくてもっとちゃんとした関係性を築いた上で、そう数字だとか人だとかっていうものを追っていった方が長く関係性っていうのが築けていけるんじゃないかなというふうなのは思ってますね。まあ、短い時間で追っていくっていうのは、詰まるところ利益を作っていくっていうことだと思うんですが、利益っていうのは必要なんですけど、利益が目的ではない。ここがですね、経営者として必ず自分の中にある種の矜持として持ってないといけないことだと思うんですね。経営者に本当に書くことができないもの、まあ、これがなかったら経営者やらない方がいいよっていうようなものっていうのは経営哲学。経営者っていうのは何のために経営をしていくんだと、それはお客様のためかもしれないし、社員のためかもしれないし、あるいは社員の家族のためかもしれないし、自分の企業が寄って立っている地域のためかもしれませんが、そのために私はここで経営者をさせていただいていて、こういうことを実現していくということをですね、きちっと自分で持っているっていうことだと思うんですね。ビジネスの流儀、実現したいことを持つことが経営者の資格。実は先ほど短期的にっていうふうにおっしゃられたことっていうのは、ほぼほぼ利益だっていうことだと思うんですが、利益というのはその自分が実現したい経営哲学の実現していくための材料です。材料なので大切です。大切ですが、絶対間違えてはいけないのは目的ではない。ほんの少しでも油断をすると、利益がたくさんあった方が経営者は安心ですから。だからまるで利益がたくさんあることが目的のように頑張ってしまう。でもそれを目的にしてしまうと、本当にやるべきことっていうのが思いから離れていってしまうことがありますよね。で、一方でその経営哲学がちゃんとお客様に、地域にとって本当に役立った、利益は返ってきます。でもこの時にも大事なことは、結果として返ってくるのであるので、少し時間がかかる。長期的に見るとちゃんと利益が結果として返ってきているという、こういう仕事の設計、そういったものをご自身の経営哲学に基づいてしていくっていうのが我々の役目だろうなっていうふうに思います。設立してすぐって結構やっぱ難しいなと思っていて、追わなくちゃいけないとか追わなくちゃいけない、これがおそらく多分10年ぐらいしてこう成熟してくると、追わなくてもいいタイミングが来るとは思うんですよね。だからまあこの初年度とかですね、まあ、2年目どうしてもこう資金が必要になるとき、まあ、でもそういったときでも何を達成したいからこの金額が欲しいんだとかですね、まあ、やっぱりそういうところっていうのはお客様もそうですし、
例えばスポンサーさんもそうですよね。あとはまあ会社内のやっぱり下の人間たちもなんで今こういうアクションを起こしてるんだっていう共有がやっぱりされるといい組織になっていくだろうなと。そうですね、いうふうには思いますね、はいはい。今おっしゃられたようにスポンサーの方からある意味お金を出していただくということが大切ですから、例えば3年5年はあまり利益が出てこないような形になっていく、その間にこういうことこういうことこういうことをやっていって4年5年経ってそこから先は回っていくようになるというような、そのあたりのところまでスポンサーの方ときちっと共有ができるということ大事ですし、でもそれはスポンサーの方に共有ができるということはそれ以前に自分たちがそういう設計ができていると、社員の方々がそのストーリーにのっとって働いていく、あるいはお客様に、ある種の情報をね、展開していくいうことができるようになっていくっていうのが大切だと思いますね、はい。経営哲学を持つと同時にもう一つ経営者にとって大切なことがあると平子さんは考えます。ビジネスの流儀、人を動かす言葉を持つ。現在は経営コンサルタントとして活動する平子さんの事務所を訪ねると棚いっぱいに本が並んでいます。何より私の好きなことが読書でして、子どもの頃から比較的そういう習慣はあるんですけど、言葉で日ごと人を動かす、仕事を動かすっていうのが経営者の仕事になってくるので、常に本を読み続けていく、そしてそれから学ばせていただくっていうようなことが、私の仕事の生命線というか絶対の財産であるという思いで、どんなサラリーマンビジネスマンも誰かに何かをしていただいて自分が実現したいことを実現していく。で、そうするともう言葉でその人に動いてもらうしかなくて、でしかもその言葉がその人にちゃんと思いが伝わり、心のねを動かしていくことができるような言葉が大切になってきますから、それはやはりさまざまな本を読ませていただいて自分の中にそれを積み重ねていく、そういうことがないと人を動かせない、こういうことが言いたいっていうようなことがちゃんと言葉としてあることは大事だと思います。それがなければ、体で覚えろとかねいうようなことを言われても、結局本当は何が言いたいのかっていうことがわからないままになってしまうので、口下手であるあらないということよりもまず自分の中に言葉で言いたいことが組み立てられる状態には持っていかないといけない、そこまでは絶対に経営者としての役割だと思います。企業はオンリー人材力、人物金情報ということが並列で語られるのが間違ってるって私は思ってまして、人だと、人材強化のために採用にも力を入れます。副産物で社員の成長も、学生さんに対してこんなような仕事の仕方なんですよっていうことを一般の社員の人に説明をしてもらう、彼らは自分でしなければいけないとなった瞬間に真剣に自分で考えて、これはだから採用試験ではなくって実を言うと一般の社員さんの教育であったと